メジャーリーグイーティングはアメリカ合衆国で開催されている早食い大食いのスポーツ工業のシリーズ。略称はエメリー。もともとアメリカでネイサンズ国際ホットドッグ早食い選手権等を主催している国際大食い競技連盟が早食い大食いのプロスポーツ化を実現すべく運営しているシリーズ。シリーズは2010年現在年間大賞を合わせて50以上のイベントで構成されており、 その模様は、ネイサンズ国際、ホットドック早食い選手権のミ e SPN で放送される。2010年には、シリーズ全体の賞金総額が60万ドルを突破するなど、シリーズ規模は年々拡大していたが、アイフォース以外が主催する、早食い大食い大会に所属選手が出場することを禁ずるなど、近年所属選手に対する契約等の締め付けを厳しくしており、 同年にはこれに反発した小林武がシリーズから離脱するなどの動きも出ている。これによりシリーズ規模が年々大幅に縮小し始めており、賞金総額は2年間で30%減少の17万ドル、主催しているネイサンズ国際ホットドッグ早食い選手権でも同大会を放送する ESPN の視聴者数が年々減少し、 2011年の194万9000人から2013年には115万人へと41%の減少が報告された。2008年には下部組織としてメジャーリーグイーティングアジアを設立しアジア圏への進出を試みたが、以後エメリーアジアとして大会は行われておらず、事実上アジア進出は失敗に終わった。同シリーズでは選手のランキングを行っているが、 実際のところ客観的な算出方法をとっているわけではなく、ランキングの集計方法も公開されていない。選手に圧力をかけたり、マスメディア向けの宣伝として利用しているだけという批判を受けている。2008年には本シリーズを題材としたゲーム、メジャーリーグイーティングザ・ゲームが w e w e a r としてリリースされている。ありがとうございます。